最近、ドジャースがアロザレーナに関心を持っているという噂がメディアやファンの間で話題になっている。MLB 公式サイト MLB.com は7月30日のトレードデッドラインに向けたドジャースの補強計画に関する記事を掲載したデトロイトタイガースの一流サワン。 タリクスクーバルの補強を模索する傍ら、アロザレーナも、ドジャースの戦力強化の潜在的な選択肢として挙げられている。しかし、7月26日、マリナーズは、レイズから、ガイアシュランでアロザレーナをトレードで獲得したことを正式に発表した。アロザレーナを獲得するために、マリナーズは、マイナーリーグの選手2人を含む、3人の選手をレイズに譲渡した。 キューバ生まれのランディ・アロザレーナは2019年にカージナルスで MLB デビューを果たした。その後、同年のオフにレイズにトレードされた。2021年以降、アロザレーナは強打と素早さで優れた外野手としての地位を確立した。彼は20本類だと20盗塁の印象的な成績を達成した。2022年には20本類だと30盗塁に成績を向上させた。 昨シーズン、アロザレーナは3月のワールドベースボールクラシック WBC でメキシコ代表として参加し、日本との準決勝で印象を残した。彼はまた、キャリアで初めてオールスターに選出され、20-20の成績を3年連続で達成した。MLB での6年目のシーズンで、ランディ・アロザレーナは15本類だと16盗塁を記録した。しかし、打率は213、オプスは717で、いずれも彼のキャリアで最悪の数字となっている。 レイズは5年連続でプレイオフに進出しているが、今シーズンは勝率50%で、アメリカンリーグ東地区の順位で4位に低迷している。その上、レイズは現在財政難に直面しており、予算を削減する措置を講じなければならない。今シーズンの総年俸は約1億100万ドルで、MLB の3 9球団中25位に位置している。一方、ドジャースの総年俸は約2億5000万ドルで、レイズの2倍以上である。 アロザレーナの年俸が今シーズン810万ドルに大幅に増加したため、レイズにとって負担となり、彼をトレードリストに乗せることになった。5月中旬からアメリカンリーグ西地区の首位を走っていたマリナーズは、7月に入って18試合で6勝12敗苦戦している。これにより、昨シーズンのチャンピオンであるアストロズやレンジャーズとの競争で遅れを取ることになった。 さらに、主力選手の外野手、ジェイ・ロドリゲスや遊撃手クロフォードが相次いで負傷離脱する事態が重なり、状況は一層悪化している。マリナーズは危機に直面しており、ランディ・アロザレーナの獲得が、この困難を乗り越えるための起爆剤になることが期待されている。以前、ヤンキースがアロザレーナに関心を持っているという噂もあった。しかし、実際には今シーズン、外野手を補強する必要はない。 ジャッジ、ソト、ベルドゥーゴ、グリシャム、そして近いうちに、復帰予定のドミンゲスなど、外野手は優先事項ではない。仮にソトが移籍したとしても、ヤンキースにはスペンサー・ジョーンズが控えている。従って、アロザレーナを獲得しなかったとしても、ヤンキースやレッドソックスにとって、大きな損失ではない。実際、アロザレーナが同地区から去ることは、対戦回数が減るため、むしろ良いことかもしれない。最近も彼は、ヤンキース戦でホームランを打った。アロザレーナは、 プレイオフで輝く可能性がある。しかし、問題はマリナーズがプレイオフに進出できるかどうかだ。過去2年間、マリナーズはシーズン後半に強力な追い上げを見せてきたが、今年は苦戦している。良いスタートを切ったものの、エンゼルスにスイープされ、失速している。マリナーズがアメリカンリーグ西地区で優勝するには、打撃力を向上させる必要がある。ワイルドカードを獲得するのは、非常に難しいだろう。マリナーズが本気でプレイオフ進出を目指すなら、アロザレーナだけでは不十分だ。 ゼネラルマネージャーのディポとも、このことを理解しており、トレードデッドラインまでに、他の取引を模索し続けるだろう。成功しなければ、彼は責任を問われ、解任される可能性がある。近い将来、この取引が大きな希望をもたらさないかもしれないが、少なくとも、アロザレーナは、ウェーバーされた、対フランスよりも良いパフォーマンスを見せるだろう。しかし、タンパベイの打者有利の球場から、シアトルの打者不利の球場に移ることで、本類打数が減る可能性がある。 しかし、アロザレーナがヒットをたくさん打てば、それで十分だ。フリオロドリゲスを完全に代替することはできないが、チームやファンの期待に応えるために、良いプレーをする必要がある。シアトルは現在、MLB で2番目に良い防御率を持っているが、打率は最低で、シカゴホワイトソックスよりも低い。マリナーズはアロザレーナが新たな原動力になることを期待している。マリナーズがアロザレーナを獲得する決定は、理解できるものであり、彼はチームに新たな活力をもたらすだろう。 今シーズン、アロザレーナのパフォーマンスは良くなかったが、最近では著しく改善し、30、30、30本類だと、30盗塁を達成する可能性がある。守備が得意ではないという意見も多いが、アロザレーナは、何度もフェンス際での良いプレーや、素晴らしいボール処理を見せている。さらに重要なのは、彼が重要な試合で、常に強いパフォーマンスを発揮することだ。カージナルスから移籍してきて、シーズン終盤とプレイオフで爆発したシーズンの記憶は、決して消えないだろう。 彼は右方向に強い打球を打ち、気を抜いた打席はほとんどなかった。コーリー・シーガーとジャスティン・ターナーの両方が爆発したが、もし彼らがいなかったら、レイズとアロザ・レーナのシーズンは全く違ったものになっていただろう。6月以降、アロザ・レーナの打撃成績が著しく向上し、それがマリナーズが彼に賭けることを決めた理由かもしれない。さらに、マリナーズはシーズン初めにアメリカンリーグ西地区をリードしていたが、その後、アストロズに追い越された。 現在、テキサスも接近している。伝統的に、アストロズは、シーズン終盤に勝利することが多い。これも、マリナーズがチームを強化するために、大きなトレードを実行することを決めた理由の一つだ。彼らは、来年まで彼を保有することができ、まだ明らかにされていない有望な選手が価値があるならば、これは悪い取引ではないだろう。個人的には、アロザレーナに大いに期待している。 マリナーズの本拠地は打者にとって厳しい環境として有名で多くの有名選手がここに移ってから苦戦している。1シーズンうまくいくかもしれないがそのパフォーマンスを維持するのは非常に難しい。さらにアロザレーナはレイズでプレーしている時も苦戦しているためマリナーズでの彼の未来は依然として不透明だ。レイズは目立たない取引でも大成功を収めることで知られている。今回も例外ではなくマリナーズからの有望な選手たちが輝くことを期待している。 アロザレーナも、ドジャースがターゲットにしているという噂があった。しかし、結局実現しなかった。残りの名前は何ですかインサイドザ・ドジャースによると、ドジャースが狙っている選手には、ロー・ビシェット、トロント・ブルージェイズ、ポール・デジョング、ルイス・ロバート・ジュニア、シカゴ・ホワイトソックス、ギャレット・クロシェ、シカゴ・ホワイトソックスが含まれている。様々な報告によれば、チームは内野手、外野手、及び投手の補強を検討している可能性がある。 それぞれのポジションには、ドジャースが補強を望む理由があると、このサイトは付け加えた。特に、ギャレット・クロスのような投手を補強することが、非常に重要だ。以前、ドジャースは、ホワイトソックスに提案をしたが拒否された。現在、チームは条件を変更して、交渉を続けている。インサイド・ザ・ドジャースは、今シーズンのトップ投手の一人である。 クロシアを獲得できれば、ドジャースには強力な左腕が追加されると述べている。たとえクロシアを獲得できなくても、補強が失敗というわけではない。しかし、シーズン前の大きな努力を考えると、有名な投手を追加できないのは、大きな失望となるだろう。スター選手を獲得することは、チームを強化するだけでなく、タイトル争いの可能性を高めるためでもある。アメリカからの報告によれば、ドジャースは内野手、外野手、投手の3つのポジションすべてで、 改善を目指していることが示されている。ボー・ビシェットやポール・デジョングを獲得することは内野手の強化につながり、ルイス・ロバート・ジュニアやランディ・アロザ・レーナは外野手の強化につながるだろう。ギャレット・クロシェは投手として理想的な補強となり、ドジャースのチームに多様性と強さをもたらすだろう。ドジャースの最優先事項は先発投手ではないのか、購買者である場合、どのチームとも競合することになるが、クロシェを獲得できることを願っている。 さらに、ショートを補強する必要がある。怪我から復帰したばかりの、ベッツをすぐにショートに配置するのは難しく、打撃にも影響を及ぼす可能性がある。いずれにせよ、ワールドシリーズ制覇を目指すなら、リーグチャンピオンシップで対戦する可能性が高いフィリーズに対抗するための、戦力補強が急務である。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、 チャンネル登録よろしくお願いします。